スコティッシュアビエーションパイオニア1957年ファーンボロー国際航空ショーに展示されたイギリス空軍所属のパイオニア CEC-1 スコティッシュアビエーションパイオニアは英国のスコティッシュアビエーション社で製造されたエストール機である。操縦士と5名までの乗員を乗せることのできる本機は負傷兵の救出や連絡業務に使用された。パイオニアは A 航空省が発行した小型連絡機の要求仕様 A4-45 に合致するように計画された。出力 240HP のデハビランドジプシークイーンを装着したサンザの試作機 A4-45 はキャビンの屋根に主翼が取り付けられた高翼機であった。スコティッシュアビエーションプレストイックパイオニアの名称で4機の試作機が発注されたが、 結局最初の2機が完成しただけで、この試作初号機は1947年に初飛行を行った。ジプシークイーンエンジンを使用したことは不満足な性能という結果となり、A4-45 は A 空軍から発注されることはなかった。その代わりにスコティッシュアビエーション社は民間機型を製造することに決め、パイオニア2として2機の試作機に新しく寄り、 高出力のエンジンを装着することにした。パイオニア2の試作機は、G やクバフの民間登録記号を与えられた、以前のパイオニア i の試作機であり、出力 520HP のアルビスレオニダスエンジンを装着して1950年5月5日に、初飛行を行った。パイオニア i の試作2号機も、同様に改装され、G ・アナズの民間登録記号を与えられた。 パイオニア2は非常に優れたエストール性能を発揮し A 空軍からパイオニア CC-1 として発注された A 空軍に納入されることになったシリアルナンバー G512 の最初のパイオニア CC-1 は1953年8月11日に引き渡されたが皮肉なことに G512 は1947年以来の フレストイックパイオニアの試作機に、アルビス・レオニダス製型エンジンを装着し、A 空軍の使用向けに仕立て直した機体であった。同様に続いて納入された3機の機体は、試作2号機の VL516、G ・アナズと、半完成品の試作3号、4号機の VL517、VL518 であった。これらの機体は、G513、G514 と、 G515 として、各のお九1953年8月15日、9月3日と1954年2月10日に引き渡された。A 空軍は、マレー機器、アデン、キプロスでパイオニアを、負傷兵の救助といった任務に広範囲に使用した。パイオニアは、通常の航空機よりも大型のスラットとフラップを装備し、非常に短い不正地滑走路でも運用可能で、 わずか225フィートの距離があれば離陸できた。1969年まで少数の機体が運用され続けた。パイオニアはセーロン空軍とマレーシア空軍でも運用された。唯一現存するシリアルナンバー XL703 のパイオニア CC-1 は最終号機から3機前の機体である。この機は1956年12月18日に 英空軍に納入され、1968年10月からイギリス空軍博物館が保管していた。1989年4月からはイギリス空軍博物館のコスフォード館で展示されている。エアクラフト・オブ・ザ・ロイヤル・エアフォース。ありがとうございます。